tulad ng maraming Pinoy boxer matapos ng matagumpay na boxing career sa Pinas ng hard-punching Pinoy na si Mark Hill Meligen. Hinanap ni Meligen ang kanyang kapalaran sa bansang Japan. Hindi naman nabigo ang Pinoy dahil nagpanalo siya sa Japan at sumikat siya doon. At matapos ng ilang panalo, ikinasa si Meligen sa grabe ring kumbumanat na Indonesian boxer na si James Mukoginta. Hindi naghintay ng matagal at uminit na ang pariyong boksingero. これはどういう数字だと思いますか。まあそうですね、本当に倒せるパンチ、もう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 、
右でペースを作ろうとしているマーク、そしてボディから右2発、モグギンタも返しますが、これは空を切りました。鋭いましたマーク、大事なのボディ、右ボディです。ジャブと鋭いボディから返しますね。そうですね。おー、アートの先生ボディ、左ボディが入った。ちょっとローブローでしたね。ローブロー気味、はいはい、ブレッドラインより下をちょっと打ってしまったんですね。レフェリーからの注意が受けました。しかしそれほどに積極性を見せています第2ラウンドです。青いグローブのモコギンタのはもう36戦もしてるんですね、はい、まあ、おーなんですけど、今も頭を振りながらまとめていったですね。マークがあえて連打をしても、うまくこう頭の位置を変えてクリーンヒットもらわないマークはどうクリーンヒットを当てれるか。なるほど、まあ、まあ、手数がそんなに多くは出してない。左曲がりながら右のアッパー、右のワンツー、そして左、そうすると左のストレート、もう一発ボディで嫌がった。さあロープ際牽制してボディ、右ボディ頭、そして左、左ストレート、ね、上下の打ち分け、ボディを打ったり上を打ったり、そしてモコリンも笑いました。こちらもワンツー、マークの方のガード脇元をリングに沈めています。カウンターも持っているというマーク、モコギンタの方もこうやってロープに進めるとどんどん手出ますよね。モコギンタ右フックが入りました。さあマークガードを固め、2011早速いきましたね。じりじりとまとめてまとめていく、アッパーまでつなげました。どうしよう、そうするとカウンターをね、ストレート、なんで、モコギンですよね、そのままいくと、マークの左ストレートが伸びてくると、攻めづらいですよね。攻められないというのは、はい、やはりモコギンタの方は自分のボクシングがなかなかできない状態でいますよ、ね、今のスルタの鋭いジャブと、左ストレートが飛んで話もしていました。そうですね、左から右ボディ、そして上上下の打ち分けです。モコギンタ少し避けましたね。そうですね、左強烈なアッパー、はい、このマーク力強さもあるんで、まあ、カウンターだけじゃなくてこうやって攻めていっても、パワーで倒せちゃうかもしれないですね。打ち返すだけじゃなくて崩すこともできるという期待のマークです。左のストレート、どんどん前に攻めていったときに、そのまま仕留める可能性がありますね。今のボディはローブロー気味ということで、モコギンタさあ再開です。ボディまとめていく、下がっているようにはモコギンタ見えますか。いや先ほどから見せています、右フック、いいと飛んできますからね。マークの距離を確かめつつある半、この10回戦の試合は遠ざかっていたんですが、ここからどういう試合を見せるのか。追っていく右のフック、マーク右のボディから入ってジャブ、カウンターのタイミングですね、それをうまく外すのがうまいんで、何かやっぱりマークの方も引きながらカウンターを狙うだけではない戦い方必要ですよね。なるほど、まとめていった、こういうアッパーですね。そして左ストレート、もう一度、はい、ガードの間、はい、今みたいなちょっと積極性は必要ですよね。これガードの上返す、右のフックに右のアッパーを合わせました。マークです。あるんですか。まあ多少はあるとは思いだったりとか、その試合の勘ですよね。おお、アッパーボディ、そして右ボディ、左ボディです。連続で打ちました。右のフックからアッパー、これは空を切った。てくれています。左からワンツー、これはしっかりガーッと見ているというマークエコーメリゲン。
右のフック。マークも今。はいはいはい。右のフック。そうすると打開策としてはどこになってくるんでしょうか。まあさっき減ってるんですけれども、そこはやっぱり逆にカウンターのチャンスなところがありますよね。少し見すぎているところももしかしたらあるかもしれない。そうですね。それはもここから少し打開をしていきたい。右のフック。そうですね。ちょっと攻めながらのね、引きながらとか守りながらではなくて、攻めながら相手が来たところカウンターという。だと、KO が見られるかもしれないですね。ラウンドの最初に見せるような積極性をゆっくりと入りましたマーク。いや、しかしボディです。第3ラウンド、第4ラウンドは右ボディから入りました。今度は左のボディです。右のアッパー。当たらない方が、カウンターも取る。必ず相手無理にでも出てきますからね。こうやって出てくる選手なんで、そのポイントになってきそうですマーク。いくだけ距離感がいいんで、ずっとそれに合わせて下がってたんですよね。ちょっと、相手も出てきましたね。ワンツー、大振りの右フックです。パンチ、足を止めて握ることも、そういう面も含めて、プレッシャーかけていきたいですね。おお、やはりパワーの違いというのは歴然としていると。そうですね、やっぱり体格、体つき絡みというのはやっぱりマークの方が、ありそうですよね。からしても、力がありますよね。ズンと重いパンチが先ほどから響いています。しかしやはりも左のフックガード追いかける、ボコギンタ2発、強烈なストレートです。あ、本当にあえて大きく振ってくるんで、ショートのフックとか、ショートのアッパーのカウンターが効果的だと思いますね。大きく来たところにコツンと当てるような。そうですね。どんな戦いを見せるのかマーク。左のストレートは強烈です。バシンといい音がしました。飛び込んでくる右のフック飛んできました。モコギンタ右のフック2発です。やや積極的に動き始めてきましたモコギンタです。左のストレート右のフック、いい、ね、ボディまでつなげた。いいですね。そして左ボディ、右ボディ効きましたね。効いてますか。効きましたよ。今のは左のボディストレート効いている、確実に効いている。マークのパンチ、右フック、右のストレート、左のストレート、パンチになった。そしてここでゴングです。じりじりと相手を詰めてプレッシャーをかけてワンツー。ワークエコーレディゲン、すごく距離長く、これもですね、はい、攻めれるんですけど、モコギンタもそうですね、はい、左ストレート捉えました。今みたいなショートボディーを2発、ただ一瞬で決まってしまう可能性もあります。さあ追い詰めた。ここからどう見せるか。いいですね。右の服からボディアッパー、左ストレート、もう一度確実に効いているモコギンタ、ボディ右ボディ打ち返してきますよ。打ち返してくるモコギンタ、これにも気をつけなくてはいけません。ここで下がりたくないですね。ここからマーク、どれだけ左のストレート、さあ作り直して、父親の影響で始めたボクシング、ボディ、やりと右、ガードを下げて打ち込む。いやだいぶ、鼻からも出血してるし、苦しそうになってきてますよね。出血してますね、はい、相手をしっかり見て打ち込んでいます。隙を探しているようにマーク、モコギンタに襲いかかる第6ラウンド。しかし残り時間も少なくなっています。体を振りながらしっかり相手を見て、少し落ち着いた様子を見られます。左を伸ばす、対するモコギンタ少し苦しくなってきたか。左を振り、matapos ang 6 na round hindi na kaya ng katawan ng Indonesian boxer na si Moko Ginta ang karagdagang pangparusa, bugbog na ang katawan kaya isinuko na ang laban. マークの左ストレート、まあ、相手をもうギブアップさせたということですよね、はい、あの試合の最初にもおっしゃっていましたが、はい、まあ、世界を取った左腕として、はい、これからマーク世界を狙っていく上で何か一つアドバイスを、そうですね、ちょっとやっぱり攻撃と防御、あと攻めと引きがはっきりしすぎちゃってるんで、うまくやっぱり捉えどころ、チャンスを逃しやすい戦い方、特に今日はそういう戦い方だったんですけども、やっぱり詰めるときに詰める、まあ、とにかくこう常にこうプレッシャーかけるっていくぐらいの、気持ちを持っていきたいですね。ただそれだけに金沢のファンには期待を持たせてくれるような、はい、世界スーパーフライ級王者飯田聡さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。isa sa mga titulo
na hinawakan ni Mark Kilmeligan ay ang WBO o PBF Featherweight title. So yan po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan at kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at sa mga tulad kong OFW saan man panig sa mundo. Kumusta po kayong lahat dyan? Kung nagustuhan nyo po itong aking video, paki-like at kung pwede, mag-subscribe na din po kayo. At para updated kayo sa aking mga video, pwede nyo i-click ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Miss Madam V, Bill Mahampreyes, Erning Galela, Eduardo Cabal ng KSA, kay Miss Vicky Yabot, Lester Mamada, Jennifer Jan Garcia ng Macau, kay Mr. Dong Tangloy Malyari, Hil Palseso, Dennis Brunoso ng Abu Dhabi at kay Kuya Kemor. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel.